こんにちは。ごめんなさい、ちょっと遅刻しました。ちょっと遅刻してすみません。本当に本当に最低。やっほー、中どんさん、雲ありがとうございます。ごめんね、喉が痛い。こんにちは。ジネさん、アイスありがとうございます。そうそうそう、ショールーム明日から始まるんやけど、時間の組み方がめちゃめちゃ難しくて、何時が見やすいのかな。ねいねちゃん、ハートありがとうございます。なんか捨て星とかあるじゃないですか。それがめちゃめちゃ難しい。どうやって組んだらいいんやろ。なんか明日からの話、そう明日からの話なんです。めちゃめちゃ今日はめっちゃ暑くない？なんかめっちゃ夏、めっちゃ夏やん、ほんまに。朝5時から、すごっ。やっぱそうやらんの3人回らへんもんな。20分かける9枠。なんかゆきのんが計算してくれてたんやけど、そんくらいあったな。なんかめちゃめちゃ難しい。ちょっとほんまに本格的に調べようなあかんくて。スケモンさん、バラありがとうございます。ニーナちゃん、レインボースターありがとうございます。ね、難しい。なんか特典みたいなのが神戸コレクションのね、そのグループの中でも1位になったグループの中でも1位の子がソロでみたいな、いろいろあったよね。ねえねちゃん、クマありがとうございます。3人3時間できるから1人1人が9時間できるとはいえ、なんかそんな全部なんかできんのかな、満タンに。かぶる？どうしたらいいんやろ。チーム内でかぶらん方がええよな、そんな。まあちょっと後々あの組みたいと思うんですけど、今日中にはね。ちーねーさん、アイスありがとうございます。そう30。猫ちゃんはいないんです、今あっちで寝てました。ふーたー、めっちゃ小寄りの部屋の方が絶対涼しいのに、あっちの部屋で寝てました。なんかショールームっていうさ、なんかそんなにあんまり美味しいっていうか、なんか何にも考えずにしてたからさ、今までは。だから
今回初めてこのイベント、なんか言ったらもう強制参加のイベントやから、これすごい難しくて、なんかそれぞれの強制参加やから熱量も違うやろうし、ただ負けたくないって思ってる子もいるやろうし、ランウェイ歩きたいって思ってる子もいるやろうし、なんですごい、なんですごい難しいんです。ね、他のチームのさ時間も知らんからさ、だだかぶりしたらさやばいちゃうんだよね。そうやんな、チーム内でなかぶらない方がいいよね。ライブってなんやろね、ライブってその野外フェスみたいな感じなんかな。ライブ絶対知ってもらえるよな、 NMB ファンの人以外にも。なんか話そうとしててんけどな、これちょっとね、もらったものがあるんです。もうほんまに夏の誇りが、何時がいいんやろうな、ほんまに。でもまあまあまんべんなくやった方がいいとは思うけど、3人いるから、ね、ソロウォークは1人だよね。 2,3 曲のミニライブね、9人でライブなんかな、8人かもしれへんよな、やったら 3チームやったら。ナメクジハート可愛かった、ありがとう。未だにちょっと見てます写真、なんか自分のメールのアイコンにしちゃうくらい好きです。素敵な写真撮ってもらったので。早朝から捨て星で疲弊するよりもみんなが見てくれる時間がいいよね。ね、なんか正直イベント期間は決まってるとはいえ、そんな生活を送ってたら壊れちゃいそう。なんかファンの皆さんが大変。それにね、あくぶりたちは夏休み、学生で夏休みやからまあ大丈夫やねんけど、まだもう皆さんはね、そんな暇なわけじゃないし、毎日お仕事があると思うから、ゴールデンタイムとかにバーッとやった方がいいのかな。20時から22時が一番来るか、うん、確かにそうやんな。ツイッターとかもそうやんな、一番いいに来るかもしれへん。いつか会いに行くから待ってて、ありがとう、待ってます。ファンの皆さん慣れてるんですか。でも慣れてるとはいえしんどいよな。ちょっとこれをもらったんです。ちょっと赤服とは違うんやけど、食べたいと思います。 あんこで喉を癒そう。みんなが見てくれる時間、せやんな。なんかうん、せやな。小売りのモチベはなんやろ、でもなんか生誕祭のスピーチの時にモデルさんのお仕事にも挑戦したいって言ってて、なんか小売り的にランウェイもやねんけど雑誌とかも思ってたから、なんか今回は1年間のモデル、なんか専属モデル、1年間限定専属モデルみたいなんじゃなくて、ランウェイから興味もあるし歩いてみたいし、なんかもう旧機で戦うのがめちゃめちゃ心痛い。
でもめちゃめちゃ生誕祭でも言ったので、すごい歩いてみたい気持ちはあります。ね、みんなでみんなでフェスも出るけど、10月くらいやっけオータムって。うん、9人でライブ。そうなの、一緒に頑張れるって思えるのかな。朝早いのなんか皆さん大変そうすぎて。赤服じゃないんです実は、これちょっと似てるやつ、似てるやつやね。皆さんは何時に起きてるんですか？普通でも社会人って、なんか今日はナンバー新しい分け大作戦もあったし、ケンナも朝から配信してたんかな。だから小売今日は昼にずらしてみたんやけど、今の時間はお昼休みですか？11時から12時、12時から13時、12時から13時。なんかもう分かりやすくさ、どうしたらいいんやろ、なんか星そんな細かくするより1時間バッてした方がいいんかな、30分の方がいいんかなという迷いどころです。20分くらいの配信でもいいんかもしれん。捨て星っちゅうのがめちゃめちゃ難しい。せやんな、なんか終わった途端始めた方がいいかな。まあ空いたら寝ちゃう寝させへん気やんでな。ね、すごいよみんな。平八さんタコありがとうございます。6時とかか。え？早い皆さん。4時、6時、5時40分。わあ、早いな。やっぱ6時とかから来てはんのか。6時頃かな、だいたい社会人の皆さんは。ほんまにすごいな。うー、細かい方がいいんか。ほんまに、ちょ待って、配信終わったらちょっと調べて24時間仕事時間ありがとうございます。そうそう、時間配分がや。夏休みはないんですか皆さん。お盆休みとか。でもその時期にはもう終わってるか、このイベント。さっきからやばい。うーん、あわ、6時 OK か。夜か。30分がいいかな。そうそう、日曜日は、最終日の日曜日はもう公園出てる子が不利になるから5時半になったんかな、変更されて。そう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 なの。しかも私のチームも
いや、かけないか、そんな。カーブリカルビ、オールビカルビ、ガルビガルビさん、ハートありがとうございます。早いね、本当に。投票機能に切り替えてギフトは24日に投げてもらいます。その方がいいんですかね、皆さん今日投げてくれたけど、どうなんかな。早いねみんな、ほんまに。そやな、星集め難しいな。あ、通勤中とかな。朝はなんかほんまになんかいろんな人が来てくれるなと思って、なんか朝がまずショールームしてる子が少ないからなんか見るんかなと思ってね、いろいろショールームイベントあるよね。竹本さん、ハートありがとうございます。朝5時配信だと4時に起きないと捨て星できない。しんどいな、しんどそう、しんどいと思う。なんかほんまに疲弊しちゃうね、もう皆さんも。社会人はあんまりないんや。後半以外は細かくなくても朝昼夜と分散してちょ、そうした方がいいか。3人3人それぞれなんかさ、3時間あるからさ、もうなんかもう全部使い切りたいって気持ちもあるんやけどさ、シンプルに3時間は1日3時間やろ。あ、でも私候補生時代の時してたか。でもそういうイベントとかじゃなかったから1時間1時間1時間で朝昼晩でしてたんかな。そんくらいしてた気がする今日な。そんな簡単な問題じゃないから、とりあえず朝昼晩で分散させて。D チームはみんな22時までできます。なんかゆかがこの前16歳になったからもうできますちねさん、アイスありがとうございます。短い配信すること長めに配信する子が切るとか、あー、そういう担当を決めたらいいんか。早朝は新規ファンね、確かに。メンバーが疲弊して最終日泣いたりするのが嫌やな、それ。ファンの皆さんも嫌やんな。4時15に起きて捨て星して5時まで寝るのが王道ルート。しんどいな。明日に向けて年日ポテト以外長めにも声かけてありがとう。ファンはイベント慣れしてるから、こいつの考えるスケジュール合わせて考えてくるありがとう。ね、確かに細かかったら終わってんのか、気づいたら。あ、終わってたなるんか。22時までできるって結構有利なんかな、全員が。うん、有利だよね多分。しかも3人チームやったし、なんか雪乃もね、ショールームイベント1回経験してるからすごい心強くて、なんか、とりあえず3人いるから。でもこの子が、この子だけが朝とかじゃなくて、
ね、最終日のラストがねすごいよね。なんか最初様子見してた、最初様子見しといてバーンって抜かせたらなんかおもろいもんな。貯めるみたいな、長距離走のラストスパートみたいな。確かに。そう思った。夜21時か20時で踊るとかな。確かに。そこだ、結構使っていきたいよね。そこ1時間使っていきたいね。ほんまにごめん。いつきちゃんアイスとかき氷ありがとうございます。確かに最終日が公演やから夜見やすいよね。なんか忙しくないし。でも眠たくないか、寝る前に画面見たら。私頭痛くなるんよな。もうなんかほんまに視力が落ちた気がする最近。ね、最終日がめちゃめちゃキモよな。怖くないあれだ、逆転みたいな。時間変更とかはショールームのプロフィール欄に書いてくれたら助かるかも。わかりました。あの時間予定表ってさ、あれするやんか。あれってさ見えんの、通知くんの。あれうん、朝の用意する時間とお昼休みと夜に分けたいね。んで、細かくしといた方がいいかもしれない。細かくなっちゃうかもしれへん、どうせなら。くより見ながら寝落ちとか幸せやん。うそやん。もうほんまに、ね、最近ショールームすっぴんでしかしてないからほんまにやばい。でも今日はちょっとメイクしよう。もうほんまにごめん、心配しないでね。全然こうたんしんどいとかじゃないから。なんかたまに喉がほこり乾燥しすぎて突発的に咳が出るんですけど、全然大丈夫なんでね。そうそう、チーム戦やからうまいことしなきゃ。雪の19時、浴衣20時、小より21時とか。なるほどなるほどね。そうしようかな。ね、そんな感じで。確かにもうほんまにな、皆さんもギガ心配。小指はもう家からしかできないんだけど、低速だから皆さんが低速なっちゃいそうでほんまにかわいそう。ごめんね。ショールームめちゃめちゃ食うやろ。確かにウェルカムコメント使っていかなあかんな。なるほど、通知箱やんけど逐一見るって感じか。なるほど、ありがとうありがとう。あー、小百合の夏休みを大切にしてね。ありがとう。夏休み、なんか今年の夏休みはほんまにめちゃめちゃアウトドアになりそう。小百合ほんまに引きこもりの人やったから、ほんまにやで。もうほんまに怖い、怖くなってきた。
なんかルームスとかも始まるからめちゃめちゃ忙しいなと思って、でも楽しみやからルームスは。ああ、公園に毎日のように来てる一面は早朝から勤務。なるほど。じゃあ早く終わらせるのか。ホワイトボード買わなあかん。ないわ。のっぴさハートありがとうございます。ウェルカムコメントにタイムテーブル。わかりました。そうしや、しといたわよな。お前体調不良ライブみたいになってんねんけど、ごめんな。めっちゃ怖い、もうほんまに。何これ、強制参加イベントなんで怖いんです。制限多いね皆さん。オンラインお話し会のコスプレを配信でしたら、あ、楽しそう。だって1回しか使わんのもったいないねんからな。したいな。今日もギガホにしたい。のっぴーさん、かき氷ありがとうございます。時間帯はメンバーごとに固定しないでほしいから、特定メンバーしか会えなくなるから。わかりました。確かにね、コロ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 変え、大会やっていかなかな。コロ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 。ルームスネーミングセンス良すぎ。本当？心の拠り所にしました。心の拠り所にしたんです。なんかちょっとめっちゃむっちゃ考えたんやけど、ほんまにむずくすぎて。なんかほのぴーとかってさ、立候補のぴーしたいやんか。なんかわかるやん、もうネーミングセン、ネーミングキャッチフレーズに入ってるから。ちょっと難しかったの、決めるのが。ルームスの動画楽しみ子よりもどんなんだ。そう、ね、ルームスでの配信は高画質らしいね。ありがとう。のっぴーさん、アイスありがとうございます。テロップに20分まで配信、次枠は20時からとか書いたり。なるほど、そうした方が分かりやすいね。見えるようにしとかなあかんよな、とりあえず。今日買ってこようかな。でもどうなんやろ、いけるかな、今日外出るかな私。神でもいいか、神に書いとかな。な、レッスン上で仲間が配信してるときは協力してゲスト出演。なるほどなるほどなるほど、わかりました。一人はみんなのために、みんなは一人のために頑張ろう。頑張ります。そうしましょう。心の拠り所、天才よ、ありがとう。単押し勢は時間決まった方がよくない？単押しの子いますか？私いないと思う。いないんじゃない？ 笑い方がおかしなってた、ごめんね。単押し分からへん、もう難しい。いろんな意見あるよね、そりゃ難しいです。村長になった気分。で、一本の釣り堀ね、釣り堀。なんか堀やす、なんか釣り堀ってめちゃめちゃ良くない？なんか釣り師やからちゃう？そういう感じで決めたんかなと思ってるんやけど。心の拠り所。
配信時間帯決めるなら配信時間帯ローテンション戦でお願いします。 OK。 それもそうしたいなと思って、固定やったらちょっと難しいんだ。もう分かってるかもしれんけど、ギフトはできるだけ10連で投げてもらってね。あ、ありがとう。それ私もよく活用してる。なんかホノピーの団地を乗るときとか、タタ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 頑張ります。そうやって書いとかなあかんな。高画質低遅延、低遅延止まらないの3拍子されてます。すごっ、すごいねそれね。そうそう、個人ツイッターがないからね今ね、できないの。早くできるようになりたいんだけどね。うーん、小売ちゃんっぽいネーミングセンスですか。え、皆さんこよちゃんだけなの、嬉しい。なんかそもそも9期ってなんかもう全体的に先輩ファンの皆さんがちょっと好きになってくれてる感じだと思ってたから、ありがとう皆さん、嬉しい。10期来たら怖いけど、10期来たらみんな好きになるかもしれへんけど怖い。だから先輩方もずっとこんな気持ちやったんやろうなと思って。のっぴさんあとありがとうございます。レインボースター貯金してます、ありがとう。ルームスめっちゃ楽しみなんです。多分大変なのはまあそうやけど、ルームスでも配信したいからな。のっぴーさんペナルティありがとうございます。ルームス配信は通知来るの遅い。え、そうなん。なるほど。だからツイッターはさ、もうさ絶対さ便利やん。もう今はさブログとかモバメで報告やけど、もう絶対時間さあるしさ、やばいとか思って。しかもむずいんよどうしても。てかブログ結構割と毎日書き続けられてんの自分がすごい、すごいというか、こんな自分が継続したこと初めてやったから、手洗いとか以外に。なんかちょっと嬉しい気持ちです。私今ブログ何言ってるんやろ、100何歩とか言ってんのかな。結構言ってるよね。でもねやっぱね写真がね困る。写真がおしましはあってもおしへんはしないよって。ありがとう。おしまし、かき氷とアイスのやつ温存して我慢してる。あのショールーム、候補生のショールーム、なんかあれは特別審査には関係なかったらしいけど、でもなんかすごいいい思い出ができたから頑張ってほしいです。 SKE さん、12期生さんかな。そうそう、 Twitter が一番見てもらいやすいの。あのなんかもうタイムリーやしね、めちゃめちゃタイムリー。村長ですか。比較対象が手洗い。手洗い、うがいしか続いたことない。マジでほんまにこうより、大阪から帰ってきた時の自分を汚いと思う脳が異常すぎて、携帯とかも絶対消毒する。汚いほんまに嫌、汚いんです。絶対もう皆さん絶対手洗いうがいしてくださいね、危ないので。もうやばいですよ、もう場面がリアルタイムに届けばね、いいよね。
そう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 、休みが続くと自撮りがねしないの。しかもさ今みたいにすっぴんやからさほんまあかんよな。待っててね、ちょっと可愛い写真近頃撮ってくるわ、ほんまほんまに。急遽変更のありがとう、そうしますね。あの急遽のツイッターも活用していかなあかんよな。まめね、時間とか送ってくれたら画像作ってツイッター載せる、ありがとう、優しい。完全にショールーム審査定番になったね。ね、ほんまに頑張ってほしい。こよたんも結構 6位くらいまで行ってたんかな、皆さんのおかげで。まあそれはあんまり順位は関係なかったんやけど、すごい思い出ができたし、何よりなんかちょっと自信ついたかな、その時に。そうだから頑張ってほしい。めちゃめちゃ難しいやろうけど。そろそろ、じゃあそろそろちょっと終わろうかな。30分くらいしたかな。よっしょ。あー大丈夫ですか。ちょっと怖い、結構怖いんやけど明日から。怖いからね、明日からがちょっと。ちょっと肌荒れできたから、なんでやねんってな、ほんま。お名前に食べてるからですか。そんな食べてないんやけど。こよちゃん、こよちゃん、そうそう、 TikTok も撮りたいんだよ。ね、頑張ります。頑張りますってわからないけど、全力で取り組みたいと思います。なんなん終わる世界で君に恋するってドラマか。この配信はドラマみたいな、自信もないないか。なんかほのぴーみたい、なんかほのぴー、なんか変なんだよね。俺を見ろよみたいな。ポサイ恋愛ドラマかっていつも言ってるんです。久々にショールーム見れてよかった、明日から頑張りましょう。ありがとうございます、ありがとう。毎秒美女よだよ、押すやん、絶対嘘。これはもうほんまにあかんと思う。なんか吸うやんな、めっちゃ。吸気の仲が良ければね、お互いにね、お互いに。ファンの皆さんも無理しないでください、本当に。もう疲れた時は星なんか貯めずに、もう見てくれるだけでありがたいので、なんならもう目も疲れたら寝てください、本当に。無理しないで、画面見るのってほんまにしんどいと思うから。のっぴーさん、だるまありがとうございます。あこよりんって言われたんだか、そうな、多分なんかね、コール大きいから覚えてんじゃん、みんな。おもろおもろおもろ、ほのぴー、ほのぴー言うとこよりんも出たいです。ありがとう、明日からなるべく頑張って顔出すね。ありがとう、楽しみますね、楽しみます。ほのぴショールーム審査は多分オーディションでの緊張、そうなんかな、分からへん、何を見てんのかな。なんかこの前の公演でほのぴにコアラって言われたんやけど、それなんか言ってたよな、隣で。何言ってんのあれ、こうなんか言ってたよな、こよにゃこよにゃやじゃない、こよにゃこよにゃやって言ったんじゃないかな。なんか猫の、マジ何言ってたか分からへん、ほのぴ、こよにゃこよにゃって言ってたんじゃない、こよにゃ。私もよく分からん、聞き返しもしやがった。面白い。この期間は研究生ツイッターのこよりん最新ツイートの返信でアドバイスしてくれて、ありがとう、ありがとうございます。じゃあそろそろ男女読みたいと思います。こよりんとかでなったらめちゃめちゃ迷惑やから、もう嫌なのね。どこで読むんやっけ。
よし、では読みていきたいと思います。13位みつさん、ありがとうございます。12位しげやんさん、ありがとうございます。11位けんさん、ありがとうございます。10位けいたん、あとみやけんみんさん、ありがとうございます。9位ゆう、あとラビとムーミンとかわうさとさん、ありがとうございます。8位しゅんたさん、ありがとうございます。7位平八さん、ありがとうございます。6位みつき、ありがとうございます。5位ちね、ありがとうございます。4位おのちゃんさん、ありがとうございます。3位朝日奈さん、ありがとうございます。2位ねいなちゃん、ありがとうございます。1位中丼さん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、本当になんか足首痛いな。ありがとう、わあ、頑張ろう。怖い、怖いな、怖いね、マジ。なんかフーとライも来てくれへんかったし。フーちゃん、フーちゃん、返事もしてへん、ほんまやが、嫌われてんね私。もうね、席とかも皆さん気をつけてね。お疲れ様、またね、明日会おう、また。気まぐれやから。昨日のライちゃん可愛かったよね。じゃあね、またね。皆さんも無理せずに、気ままにショールーム配信してるなくらいで見てくれたら嬉しいです。ありがとうございました。またね、また明日。席が止まらんわ。皆さんほんまに気をつけてな。またね。